どうも皆さん、今回はあなたなら有罪無罪というゲームの続きをやっていこうと思います。女子トイレにカメラを設置。先生さらっと犯罪してるけど大丈夫？それにしても綺麗な角刈りだな。このスマイルが素敵な変態教師、教え子を盗撮するなんて許されない行為よって有罪。その後、有罪のその後、僕はただ学生たちの安全のために犯罪者のさよなら言い訳。見苦しい言い訳だな。絶対男子更衣室はやってないくせに。反対の結果は無罪のその後、先生って給料少ないからな、がっぽりエブリデー。おーおー、なんか良くないことしてんな。まさか配信してんのか、この先生。生徒でお金稼ぎする極悪人。穴を開ける。あー怖い怖い、コンドームに細工してる。これを使ってしまうとこの女性の思うつぼ。子供欲しい女、子供が欲しいこの女性、パートナーの意思を無視する身勝手な行為。だが現在の日本では少子化問題が進んでいる中で、少しでも子供の人数を増やそうとする影の努力は評価に値する。よって無罪。あなたの子よ、私から奥さんに言う前に別れてね。家族ができました。やはりできちゃったか。てか不倫相手の子供なのか。この男もとんでもない女性に目をつけられたな。反対。ちょっと待って、捨てないで。途中でバレて永遠の別れ。捨てられた、悲しい。男もよく穴開いてるの気づいたな。泣くな、すぐにいい人見つかるさ。ドーピングで金メダルを獲得。出た、ズルくるやつ。ドーピングで優勝して嬉しいか。注射痕がすげえ。どんだけやってんだ。水泳選手。みんなが正々堂々やってるのに反スポーツマンシップな許されない行為。だがこの笑顔の裏にはきっと特別な事情があるに違いない。ドーピングしてまで勝たなければいけない理由がきっとあるはず。顔も美人だし、よって無罪。男にだって負ける気がしないわ。新記録を次々更新中。やりすぎやりすぎ、やりすぎて体がマッチョになってる。注射痕もめっちゃ増えた。反対。それでも私が1位なの。過去の栄光バレて新聞の記事に。ズルばっかしてもいつかはバレるってことだよな。両親を殴る。これは普通に良くない。引きこもりみたいなやつが殴ってるけど、こいつ息子か。ヒッキー男。やはりこの男引きこもりニート君。働きもせずに両親に暴力を振るうなんてもってのほか。もちろん有罪で。俺の部屋そのままにしておけよ。束の間の平和。逮捕されてる。さすがに両親通報したか。連行されて漂う悲壮感。反対。ほらボコれば出るじゃないか。しばらくの贅沢。金巻き上げられてる。両親幽霊になってるけど、まさかまさかこの男やっちゃったのか。推しの家にこっそり入る。やばいやばい、メンヘラ女がいる。家帰って知らない人がいたら普通に怖いよな。熱いファン。熱いファンっていうか、ただのストーカーだよね。このメンヘラストーカー女は危険人物なので、有罪で。ちょっと、待って、待ってってば。同じファンの子たちから葬られる。仲間外れにされた。やっぱファンたちの中でもルールってもんがあるよね。きっと悪い噂とか流されてるんだろうな。反対。好き、大好き、結婚して。この後、人気アイドル A 氏は行方不明になった。もうメンヘラ全開じゃん。ベッドに拘束されて押し倒されてる。行方不明ってことはきっと二人で仲良くやってるって信じてるよ。客の商品をつまみ食い。いやそれバレるだろ。ポテト食べてるみたいだけど、日頃よく食べてる人だったら少し量減ってもわかるから。今時配達員。今時の配達員は服のご飯つまみ食いすんのか。このテントウムシみたいなヘルメットがダサいのでもう有罪。道端にはうまいもん落ちてない。のたれじ。首になってホームレスになってる。まだタダでご飯食べようとしてんのか。普通に働いて稼いだ金でうまいもん食え。反対。寿司うめえ。本格食いに進化。つまみ食いが悪化してる。お寿司とか数決まってるから絶対バレんだろう。この男やはりホームレス生活も近いね。働くふりしてサボる。ほんとすぐサボる。オンラインで会議してるみたいだけど、カメラに映ってないとさすがにバレない？リモート OL。格好が寝起きのまんま。サボり癖のこの女性、リモートをいいことにやり放題。よって有罪。キャー！
見ないでー。ボタン押し間違い、恥ずかし退社。なんでそんな顔してんの？変顔選手権でも始まったんか？反対。残業中、遊んで金がもらえるって最高！副業はリモート。残業でもサボりリモート会議やんのか？もろスイッチやってるし。これが通用するなら、いい会社だな。客の機内食をつまみ食い。今度は飛行機でつまみ食いか。こんなに腹減ってるのか？スマートな CA。このスマートな CA。ほんとスマートにつまみ食いを成功し、顔もスタイルも抜群。よって無題。客のものは私のもの。空より高い欲望の CA 誕生。それジャイアンの考え。人のものは俺のものスタイルでいろんなもの取ってる。大泥棒 CA 誕生。反対。飛びたい。地上の仕事に左遷。クビになってる。華やかな空の仕事から離れたか。でも地上の方がいろんなもの盗めそうじゃない？ライバルをこけさせる。やることが地味。危ないからやっちゃいけないけど、それにしても地味。モデル。このセクシーなナイスバディな女性、ライバルの蹴落とし方がいまいち効果的だとは思わないから、勉強不足の意味を含めて有罪で。ちょっと、今誰か押したよね？やり返されて、周知スポットライト。やり返されて、パンツ見えちゃってる。紫か。いいね。反対。ライバル？ふーん、私かしら。出る杭を打ち続けてトップに登り詰める。コップモデルにのし上がった。香水のモデルの仕事か。アングラスが大物感出してるから、なんか腹立つね。嘘で金を稼ぐ。不治の病、お金が必要。こんな嘘くさい詐欺に騙されるやついんの？ピッキー女。今度は女か。さっき親に暴力だったけど、人のお金を騙し取るなんて、もっと良くない。よって有罪。いや、外出たくない。ママー。バレて逮捕。こんなに外出るの嫌なのか？でも警察来てんぞ。最後の言葉がママーか。ダサいな。反対。ちょろい。楽に稼いで優雅な引きこもりライフ。金稼げてる。しかも大金。あんなバレバレな嘘、騙されるやついるんだな。ねぎり倒す。あーめんどくさい人だ。なるべく安く買いたいって気持ちはわかるけど、後ろ大行列できてるよ。ケチなおばあちゃん。ケチは悪いことではないと思うけど、周りに迷惑かけてるから有罪で。やめなさい。ただの節約じゃないの。商店街を守るためにみんなで倒したハッピーエンド。石投げつけられてる。それはやりすぎだろ。でも邪魔者扱いされても仕方ないか。反対。今日も節約できたわ。商店倒産秒読み。0円ありえないだろ。それもう泥棒じゃん。店主泣いてる。これは明らかに悪質なやつだったみたいだな。男子生徒を誘惑する。おお、下がってんな。飛び箱あるからこれは体育館の倉庫だな。上にまたがられて最高じゃねえか。女教師。俺が思ってたより年いってそうだな。だがそれは大人の色気でカバー。セクシーさ全開で生徒の癒しになってるはずだから無罪。愛し合ってるんです。息子さんを私にください。恋に年齢は関係ない。結婚の承諾に行ってる。かなりの年の差婚だろうから、男の両親もびっくりして昇天。反対。学校からは追い出されたけど、夜の長になるわ。転職してる。飲み屋のママ感がすごい。これはこれで良かったんじゃないのか？会社の備品を壊した。まずい。完全にパソコン壊れてる。何落としたんだ？あざとい OL。まあ、わざとじゃないんだろうけど、会社の備品を壊すなんてもってのほか。よって有罪。もう仕事中にネイルしません。始末書。ネイルしてたのか。そりゃ始末書もしょうがないな。これに懲りて真面目に仕事しな。反対。部長、もう許してください。会社でうまくやっていくための枕。枕営業してる。重役を取り込むやり手の女。てかすげえデベソだな。本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。またねー。